狼ゲームアナザー電脳少女と僕らの夜最終パート今回やっていきます。最後はロケットスタートですね。ロケットするの？スタートするの？ロケットスタート善意の一撃闇どういうことなんだろうか、このつながりわかりませんけども、まあ、ちなみに今回の実況でロケットスタートで最後なんで、その続きの善意の一撃と闇見たい人はゲームダウンロードして自分でプレイしてみてください。じゃあロケットスタートやっていこう。飛んでいくみたいですね。クイズゲームが終了して数分後、はいはい、そろそろ私にも構ってもらえないかしら。寂しいんか、やっぱ寂しいんだな。一緒に遊ぶ？放置されて悲しいんですけど。本音出てる本音。あ、間違えた。ごめんなさいっす。とにかくクイズゲームも私の勝ちってことで、これで私の2勝ね。やばいんじゃないこれ。ん？さあさあどんどん次のゲームに行くわよ。次こそ私に勝てるかしら。ちょっと待て、その前に聞きたいことがある。何？何かしら。話の腰を折らないでほしいんだけど、クイズゲームの時お前は俺が昔ミサに誕生日ケーキを作ってやったこと、そして最近俺がケーキの作り方を勉強していたということを知っていた。なぜ初対面であるはずのお前がそんなプライベートな情報を知っているんだ。だからそれは調べたからって言ってるでしょ。まあ、調べたからって言っても限度があるよね。悪魔な、なんつうの、得てくる情報があまりにもね、なんか細かすぎるっていうか。調べたって？一体どうやって。お前は俺たちがここに来るのを知って。はい、質問タイム終了。これは宗四郎さん手組んでんのか？どうなるんだ。それ以上はゲームに勝ったら教えてあげるって言ったでしょ。真実が知りたいなら頑張って私からゲームに勝ってみせなさい。ち、ジン、ここは素直に従う、なんか田舎っぺになった。従うって言ってた。従うしかないよ。わかってるよ。さあそれじゃあ気を取り直して3つ目のゲームに行きましょうか。次のゲームはレースゲームよ。レースゲーム？そう、名前の通り車を運転してゴールまでの速さを競うゲームよ。レースはあなたたちのチームから4人、そして私と私が用意したコンピューターキャラも合わせて12人で勝負よ。マリオカート？狼カートか？と、そうね、今回もあなたたちの誰か1人でも1位になれば勝ちでいいわ。うわー、これメンツが一番最初にユート出しちゃったの痛かったかもしれないな、これ。さあそれじゃあメンバーを選んで、早速レースって言った。レース開始よ。リッちゃん行くでしょ、もう。リッちゃん絶対行くでしょ、これ。ブンブン、ブンブン。ほら、やっぱり、なんかパラソル持ってるのがね、なんて言ったっけ、なんとかレディみたいな感じだよね、これきっと。レースレディ。なんか違う気がするけど。私、自分で車を運転するの初めてだ。なんかテンション上がるなぁ。りっちゃんとか大丈夫？なんか、ともやはなんかあっさり運転できそう。レイツさん、あまり荒い運転はしないでくださいね。ぶつかってこられると危ないから。わかってるよ。心配すんな。あ、ロケットスタートってそういうことか。マリオもね、なんかタイミングよくやるとロケットスタートするよね、確か。ぶつかる間もなく私が華麗に1位を取ってみせるからよ。大丈夫かな？ふんふん。ここがアクセルで、こっちがブレーキ。このハンドルについているボタンは？ブー、クラクション。あ、クラクションか。ここは普通の車と同じなんだね。このメンツ大丈夫か？ひざきさん大丈夫？うん、少し緊張するけど大丈夫だよ。とてもじゃないけど、なんかこうレースゲーム、ああ、雪なにも？頼み込んでもう一度チャンスをもらったんだ。あ、2回行けるんだ。だったらユート入れた方が良かったんじゃとか思っちゃう俺がいるが、レースゲームは得意だし、今度こそいいところを見せないと。頑張れよ、雪なり。雪なりくん、もう大丈夫？うん、さっきは励ましてくれてありがとう。このゲームでリベンジをしてみせるよ。一緒にワンツーフィニッシュを決めようね。なんか言ってる。おい、私たちを忘れんじゃねえぞ。うん、4人で上位を独占しよう。さあみんな、準備はいいかしら？もちろん、早くレースを始めよう。ゆきなりくん、だいぶやる気みたいね。ああ、そうだ。一つだけ言い忘れていたことがあるわ。何？レースのコースに落ちているアイテムを拾うと、相手を妨害したりできる道具が手に入るの。へえ。それをうまく駆使して、ゴールを目指すといいわよ。おいおい、親切にそんなこと教えていいのか？これもハンデよ。言ってくれるじゃねえか。油断してると痛い目見るぜ。そうだぞ。雷とかイカスミとか、ゴールデンキノコとか、雷とか、あ、雷2回行ったな。拾っちゃうぜ。あとなんか、空飛ぶクッパの甲羅みたいなやつ。
それじゃあレース開始よ。始まった。よっしゃ、アクセル全開で行くぜ。バナナの皮投げよう、バナナの皮。イエーイ、ブーン、行っちゃった。え、リツさん、早い。俺も負けてられない。やっぱ体重が軽いからね、マシンの加速も早いのかも。ブーン、すごいな、あの二人。よし、僕はあの二人のサポートに徹しよう。つまりバナナの皮と甲羅担当かな。え、とりあえず今のところ私が1位だな。このまま独走で逃げ切ってやるぜ。リツさん。あ、来たな、雪なり。悪いが、お前に1位は渡さねえぞ。うん、ぶつかり合ってるこの二人。ちょ、リツさん、本来の目的を忘れてない？ああ、俺たちの中の誰かが1位になればいいんだから、別に仲間同士で競う必要は。私に負けたらお菓子おごりだからな。もうヒートアップしてる。でもやっぱレースゲームってそうなっちゃうんだよな。じゃあなぁ。って、人の話聞いてないし。ああ、もう、こうなったらやってやる。俺だってクイズゲームのリベンジも兼ねてるんだ。リツさんに1位は譲れない。ブーン、言っちゃった。雪なりのやつ、やっぱ追いかけてきたか。作戦？まさか。ん？コースの上に丸い玉みたいなものが浮いてるな。なんだあれ？アイテムじゃないこれ。ゴールデンキノコ出るかな？もしかして、あれがアイテムか？ロケットになる、ロケットに。うわ、玉にぶつかったらハンドルのボタンが光ったぞ。このボタンでアイテムを使えるってことなのか？よくわかんねえけど、使ってみるしかねえか。フライ、雪なり。パッシャン、なんだ？イカスミかこれ。あ、リツさんの車が地面に黒い液体を吐き出した。バナナの皮的な能力だ。まずい、避けられない。ああ、スリップスリップ。ハンドルが取られる。ああ、雪なりがスリップしたぞ。なんで仲間の妨害してるんだ、リッちゃん。なるほどな。このアイテムで妨害しながらゴールを目指せばいいんだな。さっきの黒い液体は油だったのか。油？くそ、このままやられっぱなしじゃ終われない。俺の妨害アイテムも食らえねえ。仲間同士で潰し合ってる。ん？うん、楽勝楽勝。このまま私が1位に。で、ああ、なんかミサイルみたいなもの飛んできてる？避けられない。ああ、りっちゃんも、やった、命中。お前、りっちゃんにミサイルぶつけるとは、どういうことだ、雪なりそれ。この隙にりつさんを悪い顔してる、雪なり。いててててじゃあ、お先に失礼しまーす。これ、感染組絶対文句言ってる。コウ君とか絶対文句言ってる。あ、雪なりに抜かされた。待て、私を抜かすな。ブーン。なるほど。雪なり君とりつさんがトップ争いね。二人はかなり手強いわね。私も本気を出さないとまずいかしら。でもね、遅い人ほどね、いいアイテム拾えるからね、マリオカートといえば。待て、君を雪なり君たちのところには行かせない。あら、あなたはともや君。なるほど、味方のために私を妨害する作戦なのね。燃えてきたわ。この勝負、私が必ず勝ってみせるから。ブルーン、言っちゃった。うまい、あの急カーブをブレーキなしで。なんだっけ、ドリフトだ、ドリフト。4人で協力しないと今回も負けてしまうかも。あれ、そういえば美咲さんの姿が見えないな。後ろにも来てないし、ずいぶん離れちゃったみたいだ。ちょっと美咲ちゃん、美咲さん大丈夫かな。安全運転してるんじゃないのこれ。あー、ということですね。この続きはイベントでポイントを貯めると読めます。みんなもね、ポイント貯めてください。約5分でゲットできるので、まずはイベントに参加してみよう。参加方法、探索方法、まあ、ここら辺はね、結構見てるからね、大体みんなやり方は分かっていると思うけども。はい。ということで、今回で、電脳少女と僕らの夜は一旦終わりになるのかな。多分ね、次回作があるっぽいんだよな、雰囲気的に。まあ、この続きの善意の一撃と闇が気になる人は、皆さん自分でダウンロードしてみてください。でね、多分あるんだよ。待ってね。あ、ほら、電脳少女と、僕らの夜2がね、まだ出てないキャラもいるからね、このイベントプレゼントのやつで。あれ、ホーム画面に戻っちゃった。イベント、これだね。のイベントで、ほら、ここからね、みんなプレゼントできるんで。ちなみに今いるメンバーが、ね、こんな感じで、ジンとかミサとかはいないから、ここから選んで、もうみんなプレゼントして、アイテムゲットしてください。これ、リッちゃんを撫でれるからね。もうすんげえしかめっ面してるわ。はい。この動画の続きが気になるようでしたら、ぜひチャンネル登録、またはコメント評価いただけたら、とっても嬉しいです。その他にも気になる動画がございましたら、シュウヤンの再生リストチェックしてみてください。まあ、狼ゲームのいろんなイベントのストーリー、シュウヤン実況しているので、狼ゲームの再生リストチェックしてみたら、この他のイベントも実況しているので、まあ、そういうの見たい人は見てみてください。それでは、シュウヤンでした。またね。